写生文は、写生によって物事をありのままに書こうとする文章。明治時代中期、西洋絵画由来の写生の概念を応用して、俳句、短歌の近代化を進めていた、正岡子規が同じ方法を散文にも当てはめて衝動したもので、子規、高浜虚子らによって、ホトトギス氏を中心に発展し、近代的な日本語による散文の創出に大きな役割を担った。写生文運動を推進した正岡子規写生文の講師は1898年10月、ホトトギス第2巻第1号から文載された高浜虚子の随筆、浅草寺の草草、同号に掲載された正岡子規の随筆、お園の木、どだるまをこぼっちなどにあったとされている。この号は、ホトトギスが虚子の経営となり、発行所が松山から東京に移った後の最初の号であり、これらの随筆は、ホトトギス編集の中心を担っていた子規と虚子が、互いに相談した上で掲載したものとみられる。同年8月に、松山から出た、ホトトギス第1巻20号では、子規は発行所を東京へ移すということに触れ、今後は、俳論、俳評、俳句だけでなく、俳文や和歌、新体詩なども掲載すると書いており、上記の追筆は、新しい俳文を作るという意識のもとで書かれたものだということが伺える。上記の随筆のうち、浅草寺の草草は虚子が鉛筆と手帳を持って浅草寺に出かけ、実際の境内の情景を観察しつつ文章によって描写したもの、お園の木は子規が自宅の庭の様子を描出した随想である。いずれも、まだ文語体で書かれているが、当時はちょうど、1890年頃から一時勢いを弱めていた原文一致運動が活気を取り戻してきた時期であり、子規も口語体が文語体よりも事物を詳しく描写するのに向いていることを認め、ホトトギスにも間もなく口語体によるこのような写生文が乗り始めた。ただし、このような文に対し写生文という名称が定着するのは子規の晩年頃であり、当初は微文、小品文、叙事文などと呼ばれている。1900年1月からは、日本紙に、ホトトギスの文章論、叙事文が3回にわたって掲載され、ある景色を見て面白しと思いしときに、総文章に直して、読者をして己と同様に面白く感ぜしめんと、するには、言葉を飾るべからず、誇張をかふべからず、ただありのまま見たるままになどとして、自分の求める文章像を明らかにした。またこの前年頃より、病床のホトトギスを囲んでの文章会が始まっており、俳人や歌人が集まって、互いに文章を練るようになった。この文章会は1900年に、文章には、山がなければならぬというホトトギスの言葉によって、山会と名付けられ、子規の病没後も続けられた。この山会は、ホトトギスの伝統となっており、何度かの中断を経て、現代においても開催されている。寒川鼠骨。獄中記、真宗人によって、写生文の名を高めた初期の写生文の主な寄稿者には、子規、虚子のほか、川藤碧梧桐、内藤明節、坂本四方田、松瀬正成、寒川鼠骨などがいた。特に、鼠骨は、自らの投獄体系をもとに、真宗人という写生文を書いて、子規に激賞されており、ホトトギスにも掲載された。この作品は、写生文の名を高めた。また学者でもあった四方田は、写生文の特徴を緻密に考察し、実作、理論の両面で、写生文運動を牽引した。子規の没後には、鼠骨、写生文、虚子編、写生文集、また相田安次郎、写生文と俳文、鼠骨、写生文の作法、四方田編、続写生文集と写生文に関する書物が相次いで刊行され、これらによって写生文運動は一気に世の中に広がっていった。上記のような子規周辺の人物による寄稿のほか、ホトトギスには酒、旅、犬など毎号異なった題による短文の一般募集も行われており、これらの募集された文は、寒玉集などとして出版もされた。しかしこの短文募集は、次第にマンネリ化したため、1900年10月以降、趣味ある事実の写生による日記文の募集に変更されている。この日記文には、教師や学生をはじめ、会社員、婦女子、税管理、技師など多様な人々からの寄稿があり、写生文運動の広がりを示している。夏目漱石は、写生文の影響下で作家として出発した1906年、子規のグループの俳人でもあった、夏目漱石が、吾輩は猫であるで、小説家としてデビューするが、この作品はもともと、3回で発表された、写生文であり、好評を受けて、ホトトギスに掲載されたものである。漱石は後に、描写対象と一定の距離を置いて書かれる、写生文の特徴から、余裕派という概念を生み出した。写生文運動の影響下で小説を書いた者には、漱石、虚子の他にも、伊藤幸男、長塚節などがおり、写生文派とも呼ばれた。寺田虎彦、鈴木三重吉、野上弥生子といった、作家、文章家も、写生文運動の影響下から出発している。明治40年代からは、写生文は高等教育における作文指導に取り入れられるようになり、この流れは瞬く間に小学校の作文教育にまで広まっていった。この頃で他多くの一般向けの文章指南書の判例集といった実用書にも写生文が多数取り入れられ、文章上達の一分野として広く認知されていたことを示している。特に、ホトトギスの読者には小学校教師が多かったことから、小学校の作文指導への影響は強かったものと見られ、この流れは事実をありのままに書くということを主軸としてきた今日に、至るまでの作文教育の源流を成しているものと考えられる。写生文が登場した当時、日本ではすでに、双葉亭子明や山田美妙などによって、原文一致体の文章が試みられていたが、彼らの文章は未だ余分な習字が多く、漢文や義古文からの影響をまだ色濃く残したものであった。これらに対し特に口語体を用いた写生文は事実を飾りなく書き連ねるということによって、読者に書き手の体験を書き手と同じ目線で追体験させるという、これまでの日本語の文章ではできなかったことを可能にした。微文の型から解放された写生文は実際の話し言葉により近いもので深い教養を持たずとも万人が使用でき、かつどのような対象にも応用できる汎用性を持った新しい文体であった。写生文運動の初期には事実をそのままに書くということに特に重きが置かれていたが、子規はまた読者を飽きさせないように書くということも強調しており、その目的のためには書くべき事柄を取捨選択すべきで、面白みもない事柄を長々と書くようなことはすべきでない、とも書いている。題材という観点から見れば、写生文においては日常の出来事、それも普段は気に留めないようなさまつな出来事にほぼ限られ、報道の素材となるような大事件や劇的な出来事は一般に避けられる。ただし書かれている内容のみから、写生文を規定することは困難で、写生文は文芸ジャンルとしては写生文として書かれたという状況によって規定されるものでしかない。秋尾聡は写生文とは文芸ジャンルでもある一方、読者を書き手と同じ位置に立たしめるような文章の書き方でもあり、従って小説にも随筆にも応用できるものだとしている。夏目漱石は写生文というエッセイにおいて、写生文の特徴を大人が子供、ママ、おみるの態度によって書かれた文章であると概括し、描写対象に感情移入しながら書かれる小説家の文章と対峙した。そして写生文の面白さを認めながらも、20世紀の強硬な立場のみに籠城して得意になって他を軽蔑するのは誤っている。かかる立場から出来上がった作物にはそれ相当の長所があると同時に、短所もまた多く含まれている。作家は、身辺の状況と天下の形勢に応じて時々、その立場を変えねばならん。と結論づけている。仲見世の繁盛は、芝居の茶屋に異ならず。二塗りの見事なる三門の引き幕は正面に雲に、そびえて、紅梅焼きあれば白梅焼きあり、豆腐ご料理あれば、宇治の里お茶漬け一人前5000あり。下足番は、久米の兵内兵衛長森が昔ながらの仏頂面に娘子供を嫌がらせ、仁王のわらじを履いて一寸小便に行くはおつくうなり。菊奈落軽焼は旧兵にして、軽便焼きが当世なりと。若数一寸汁粉や梅園の便所を借りて、ついでに、指の薬をも求めには、これ唐辛子を積み食いして晴れたるお産の指に、特効あるとなり。高浜虚子、浅草寺の草草中見世1898年余りは、昔から、朝飯は食らわぬことに決めている。小病人ながらも腹がえ、つて昼飯を待ちかねるのは、毎日のことである。今日は早御法が、なるつたのにまだ飯ができぬ。枕元には本もすずりも何も出ておらぬ。新聞の一枚もざんつておらぬ。仕方がないから、布団につらずえついたままぼんやりとして、庭を眺めている。音の稲の分けの名残か空は、曇りつている。10本ばかり並んだ系統は、風の害を受けたけれど、今は起き直つて、真赤な頭を揃えている。1本の雁、来る甲は美しき葉を出して、白い星衣に、えいつている。大げたでというものかばかに竹が高くなって、薄赤い花は、雁、来る甲の上にひさつている。正岡式、飯松間冒頭、1899年余りは1枚の、詩編とともに景観に送られて薄暗いところへ来た。両側が壁で、天井が石で、床が滝で、前の方も後の方もとが、並つている。それに2人と並んで歩く、わけにはいかぬほど狭いので、小さい窓がところどころに高く切ってあるけれども、それはただ空気を入れるためと見えてほとんど光線は、入らないと言ってもよかろう。だからその暗さはちょうど黄昏の時のようで、人の顔は、見えるけれど、目交尾は明らかには見えない。おまけに、火や、と気味の悪い空気が動いている。その構造は、部屋とも言えず、廊下ともつかぬ。世間では未だかつて見たことのない構造で、ほとんど名の付けようもないが、強いて、名を付けたら、まず穴蔵とでも言うのであろう。この穴蔵のほとんど中ほどに、火鉢を置いて椅子にいつた黒い物体がについつた。お土産が一つと言って警官は詩編れと一緒に余りを彼の物体に渡して行った。物体の一つは拝見で立派な看守の姿だ。寒川ネズミ骨、新州人入国冒頭、1900年式の写生文運動の価値をいち早く評価したのは柳田国男であった。柳田は式が俳諧文学を応用し、文章と生活との結合を実現したとして高い。評価を与えている。しかし、一般の文学者の間では長く写生文の価値が理解されず、その文学史における重要性が広く認められるのは、昭和の半ば、福田清人、写生文派の研究、北住俊夫、写生俳句及び写生文の研究が刊行されてからであった。前者は、児童文学者、鈴木三重吉を生み出したという点で、後者は、夏目漱石の源流という点で、それぞれ写生文に注目して書かれた著作である。学者の著作としては、その後、相馬常雄が、式、虚子、碧梧桐、写生文派文学論において、上述のように、柳田国男が早くから写生文を評価していたことを踏まえ、写生文運動を空想的な文学青年が支えた日本文学の潮流とは別の、柳田の言うところの、常民の間に広まっていった運動として、位置づけている。また、写生文派の研究が出版された1971年には、評論家の江藤淳が、リアリズムの源流、写生文と他者の問題において、写生文運動に注目しており、ここでは、写生文運動を、坪内逍遙や二葉亭主明らが成し得なかった、後の夏目漱石の登場につながる、生きた文章を作り出したものとして論じている。子規の青春期を題材にして、坂の上の雲を書いた、柴良太郎は、子規全集の解説文において、誰もが、どのような目的にも使えるような共通性を持つ、文章語を創造した文学者として、漱石、鴎外と並んで子規を評価し、特に、散会という場において、一つの言語社会に、その社会の他の諸要因も参加してついには、共通文章語を成立させ、他子規に、漱石以上の密度の高い評価を与えるべきであると書いた。平成以降では、江藤のリアリズムの源流を踏まえ、日本語に彩化と多様性をもたらしたものとして、写生文を論じた、唐谷有紀と内面化されない、他写生などが書かれている。ありがとうございます。